ーチャーテービー始まるよ。皆さんこんにちは。パソチャ TV へようこそ。今日の知っておくと便利な操作ワンポイントでは、 Excel のプレビュー画面で余白を設定する方法をご案内したいと思います。画面をご覧ください。画面には9月のカレンダーが表示されています。カレンダーの作成は終わって、あとは微調整して印刷をするばかりになっています。印刷をする前にプレビュー画面を見てみます。ファイルタブより印刷を押します。画面右側のプレビュー画面を見てみますと、1枚に収まっておらず、全部で3ページにわたっていることがわかります。1枚に収める方法として、1つに縮小印刷、縮小の設定をかけるという方法があります。プレビュー画面の左側の設定エリアの中から、拡大縮小なしというところの右側の下向きの矢印をクリックします。拡大縮小なしというのは、今 100% の設定になっているということになります。1枚に収めたいので、シートを1ページに印刷をクリックしてみます。そうしますと、このようにカレンダーが1枚に収まりました。こちらのページ設定をクリックしますと、ページ設定のダイアログが表示されます。ページタブより拡大縮小印刷の中で、どのぐらい縮小しているかというのを確認することができます。84と表示されていますので、実際の大きさよりも 84% の縮小がかかって1枚に収まっているということがわかります。これでも構わないのですが、実際にこのメモ欄には手書きで書いてこのカレンダーを利用したいので、できればこの A4 用紙いっぱいに表示されていて、書く欄も大きい方が良いのですが、このままですと少し使いづらいかもしれません。またこのカレンダーの周りの余白ももう少し少なくても良いかと思っています。一度拡大縮小なしに戻します。ではここから余白の設定を行っていきます。カレンダーの作成を行った時は、余白の設定は行わなかったので、標準の余白の設定が入っています。ではこの標準の余白の設定の右側の下向きの矢印をクリックします。この中から狭いをクリックします。標準の設定から狭い余白の設定に変わりました。こちらの設定はプレビュー画面からでなくても、元の画面のページレイアウトタブのところから余白のボタンで設定することもできます。余白を狭いに設定をしましたところ、だいぶ余白が変わっているのですが、それでもまだ3枚にわたっています。先ほどはここに金曜日の列も入っていましたが、少し余白が狭くなったことで土曜日だけになりました。もう少し余白を縮めていきたいと思います。その前に一度戻るボタンで元に戻します。印刷プレビューで画面を表示させた後に元に戻りますと、このようにグレーの、画面だと少し分かりにくいかもしれませんが、グレーの点線が表示されます。下の方にもこのグレーの点線が表示されています。この点線は印刷の切れ目のところになります。このまま印刷をしますと、ここで切れてしまう、下の方もここで切れてしまうということになります。ここでこのカレンダーの列 A、 この部分、ここはもともと不要だったのですが、カレンダーの外枠の罫線がちゃんと入っているか確認したいために、この列 A を設けていました。この列 A は不要ですので削除してしまいます。列 A をなくしたことで、どうやら日曜日から土曜日までの列が全部入ったようです。
再びファイルタブより印刷を押してプレビュー画面を見てみます。カレンダー自体は1枚に収まりました。色分けの説明をしてある下の方の部分、こちらがまだ1枚に収まっていません。こちらも1枚に収めたいと思いますので、また余白の設定をしていきます。では、狭い余白の右側の下向きの矢印をクリックします。狭いのすぐ下のユーザー設定の余白をクリックします。ページ設定ダイアログが表示されました。余白タブが選択されていることを確認します。下の余白は今 1.9 センチありますので、こちらをもう少し狭くしていきましょう。下の余白をもう少し狭くして、OK ボタンをクリックします。これでもまだこの2ページ目に表示されてしまっています。この余白の設定のところで数字を少しずつ入れ直して確認するという方法もあるのですが、ここでこのプレビュー画面の右下の余白の表示というボタン、これをクリックします。そうしますとプレビュー画面に上下左右の余白、こちらの線が表示されています。この線のところとページの端っこ、これが余白になります。余白の上下のところは二重線、線が2本出てますが、これは上の方はヘッダー、それから下の方にはフッダー、こちらの線が表示されているために2本線が表示されています。ではこれを使って余白を調整したいと思います。下の方はもうギリギリですので、こちらはちょっと厳しいかと思いますので、上の方に目を向けてみます。上の余白はかなりありますので、ここで少し手動でずらしていきます。何ミリという設定ではなく、こんな感じかなという感じでドラッグしていきます。ドラッグをするときは、この線にぴったりとマウスをポイントして、マウスの形がこのように、上下の場合はこうなります。左右の場合はこのようにマウスの形が変わります。では、この状態で、少しずつドラッグしていきます。このぐらいのところで離してみますと、色分けの最後の説明が表示されて1枚に収まったことが確認できました。ユーザー設定の余白を確認しますと、今ここで手動で動かしたことで上の余白が 1.2 センチになったということがわかります。この線のところで手動で余白を変えていきますと、このように設定したミリ、サイズが連動しているのがわかります。プレビュー画面で全体のバランスを見ながら余白を調整していきましょう。今回はこのぐらいで良いかと思いますので、余白の表示のボタンをもう一度クリックしますと、線が消えてすっきりとプレビュー画面を見ることができます。余白の表示ボタンでは余白の調整ができますが、列幅の調整をすることもできます。今回のカレンダーは全ての列は同じ列幅にしたいのですが、例えばこの一番左の列だけを少し狭くしたいという場合、こちらにマウスをポイントして左の方にドラッグしていきますと、列幅が狭くなります。戻るボタンでページを戻しますと、連動されてこの列幅だけが小さくなっていることがわかります。よかったら私たちと一緒に練習しましょう。いかがでしたでしょうか。 Excel のプレビュー画面で余白を手動で微調整するという方法はなかなか便利かと思います。余白のサイズを何ミリというふうに決めていない場合、またあと少しで1枚に収まるというような時は、このプレビュー画面で実際の画面をイメージの画面を見ながら調整していかれると良いかと思います。ぜひ一度お試しいただければと思います。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。嬉しい。パソチャTV、また見てね。